はい、皆様どうも、サンガチービーでございます。大自然の中におりますけれども、今日はですね、後ろにあります、じゃじゃじゃ、はい、往年のですね、この S-WORKS ベンジエアロタイプのバイク、こちらをですね、皆様に紹介をしたいと思います。この間一緒に、ブルベも走った T さんの、1台なんですね。見てわかる通り、フルカスタムが施されておりまして、ぜひぜひ最後の方までチェックしていってください。じゃあ早速ね、見ていきましょう。どっから行くかなっていう感じなんですけど、どっからでも行けますよっていう感じなんですけどね。さあ、これがね、往年一つ前の形になるのかな、と世界選手権取りまくったとか、ね、いろんな歴史のある一台なんですけれども、トップチューブ見るとスペシャライズドって書いてあって、さあ、ハンドルがこれ S-WORKS のエアロハンドル、そして、コンポーネントはデュラエースの、DI2 ですね。ブレーキ、リムブレーキのデュラエース、これも9100でございます。サイクルコンピューター、サイコンに関しては、ガーミンの1030、下を見るとファブリックのライト、これもついております。マウントはね、Kエッジのやつで、2つこれね、見るとついてるんですけれども、片方が、サイコン用、もう片方がこう後ろから見るとね、これはあれですよね、確か、マウンテン用、マウンテン用の今のギアのね、場所が分かりますよみたいな。ステムはね、これ S-WORKS、 色がね、合わせてありますね。さあ、そのまま、フロントフォークを見ると、これもね、スペシャライズド、後ろ側赤、砲弾型の処理がしてありまして、さあ、横から見ます。 S-WORKS のステムで、 S-WORKS のハンドル、これツヤツヤのハンドルですね。下にはね、 S の文字があって、こう横から見るとね、ハンドルよく見ると、これスプリンタースイッチもついております。パドックにはこれね、鏡がね、ここについておりまして、これも便利なね、アイテムでございます。 DI2 なんでね、このワイヤーのね、ところは蓋がしてあります。さあ、乗った感じで見るとこういう具合、ツヤンツヤンでございまして、はい、キャップがここにあって、 S-WORKS、 いい景色、これ場所がいいんですよね。トップチューブがこういった感じにスペシャライズド。さあ、ボトルケージ見てみると S-WORKS、 そしてこちらも S-WORKS と専用のものがついてあります。スペシャライズの上位ブランドでございます。チェーン落ちはしないように KCMC のチェーン落ちガードがここにね、入っている状態からの、フロントですね、チェーンリング、フロントディレイラー、その他もろもろ見ていきたいと思います。 DI2 ユラエースですね。クランクが、これが S-WORKS の色一緒ですね、標準というか、カーボンクランク、標準、なんか色がこう、フレームと色とね、合ってますよね。で、ペダルがディラエースで、チェーンリングが、これ、シム、トライアスロン用のチェーンリングがついておりまして、これ、いくつですか？53の3級ですね、直線番長な感じになっております。こうやって見るとすごいよね、ちょっと小さく S-WORKS みたいな。さあ、後ろ大胆に改造してあります。ここに見えるこれね、ちょっとね、アダプターがついてて、ディアを光らせるディアライトで、ビッグプーリーはリディアです。ディアディレイラーは DI2 ディアエースでございます。はい、ディアエース1130のスプロケットが搭載されております。この付け方面白くて、こうなってんすよ、アダプター長めで、ギアのライトがここについてて、ビッグプーリーもこういう具合と。さあ、ギアのね、ブレーキ、こちらがですね、9100ディラエース、そのままね、クッと上がると、シートポスト、これはね、純正シートポストが上がってきて、これがですね、スパカズの、パワー限定50個限定のスパカズのパワーのサドルでございます。もちろんカーボンの、ファクトカーボンなんていう表記があったりして、はい、ボトルさせます。
ナオイギレ、これ工具ですね。アクト 11R カーボンエアロレースデザイン。さあ、この位置から見ると、BB 周りね、ものすごいことが分かりますよね。こうこの深さ、この深さでクランク後ろ見るとファクトって書いてあって、BB に使われているのがセラミック BB になっております。超スーパー速そうですよね。ここが太め、もうほんと直線に特化されているデザイン、これが S-WORKS のベンジでございます。ホイールの話させてください。ボーラの、ウルトラカンパニオロの、一番レベルの高い、ホイールでございますね。こだわりがありまして、キャップの部分ね、キャップの部分がこれカーボンキャップが使われてたりとか、でタイヤがですね、これ S-WORKS のグリプトン、みんな憧れる一本でございますわ。後ろももちろん同じなんですけれども、さあ、ボーラウルトラ 50mm のハイト、バッキバキのこの G3 組で、後ろのキャップもね、これフレンチなんたらキャップ、カーボン製だったりするんですけども、タイヤがグリプトンのターボでございます。でこのタイプのボーラはすんごいラチェット音がするって噂なんで、じゃあね、早速チェックをしたいと思います。大爆音、カンパニオロのボーラウルトラ50、もうこのタイヤはないっぽいらしいっすよ。 S-WORKS アルカンセルカラーグリプトン、はいはいはい。というところで、今回ですね、紹介させていただきましたのは、往年の S-WORKS の、フルカスタムバージョン、フルスペックバイク DI2 でございました。T さんいろんなバイク持ってて、前もね1回紹介させてもらったんですけど、今回もこちらね、また全然違うタイプで、フルカスタムされてる状態。こういうバイク見ると面白いよね。シブっていう、そのトライアスロンバイクのチェーンリングとか、このパワーのね、限定サドルとか、面白いところがたくさんございました。というところで、本日のサンゴア CB のロードバイク紹介、 S-WORKS ベンジ、この動画よろしければぜひね、こういったボタンとかよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録もね、ポチポチしてってください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイ。